はい、どうもアイリスラーメンの山口です。本日もこちらやっていこうと思います。魔王流でございます。祝福の新年の復刻のガチャの、優勝スカウトの方でございます。優勝スカウト、優勝限定スカウトですね。祝福の新年ピックアップ極み星5確定、優勝限定スカウトということで極み星5確定。これめちゃくちゃいいぞ。確定だからね、シンシアは持ってます、ミリムも持ってます。このリムルがねまだ持ってないです。シュナ、これは勢力違うよね。シュナも出るんだ。こちらのシンシアも違うよね。あの祝福の新年、祝福の新年以外の星5もいるのか。マジか、祝福の新年だけかな、祝福の新年だけかなって思ってたんですが、いろいろいるね。あのクエスト、今回のねイベントのクエストが祝福の新年の勢力だと、突破しやすいものなので、祝福の新年の勢力の、戦闘キャラが欲しいなと思ってたところなんですが、他のキャラも出るということで、ちょっとちょっとだけ残念な気持ちはありますが、まあ星5、極み星5なら誰でも嬉しいっすよね。ではやっていきますよ。優勝ガチャ、ガチャじゃないスカウト10連いきます。うお、めちゃくちゃ色がすげえ。いくぞ、やるぞ。久しぶりに見たこの演出。不能のエネルギーを検出しました。なんだって、測定不能のエネルギーな。おいおい、これってこれはもうね、やばいんじゃないか。測定なのでめちゃくちゃ光っております。10連だからちょっとワクワクしながら。占いエルフ、占いエルフ、夜の蝶のまま。おお、今回はエルフ3連チャン。ゲルド、剣矢美咲、フォビオ、3連チャンからの3人だから6、7回目。ゲイル・ギブスン8回目。リグルト、うわー、2体欲しいな。2体欲しいという方は次出てきてほしい。9回目、うわー、なかったか。じゃあラスト10回目に極み星5確定ですので出てきます。なんか渋いな、それ以外のキャラが。まあまあまあいいでしょう。いきますよ、ここです、ここ。せーのと、本当にお前たちがいたからここまで立派になったんだ。リン、ピョウ、トウ、やったー、厄災風光陣。一件落着だな。やったー、持ってないやつ、しかも祝福の新年のやつ、めちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。あー、よかった、能力を開示します。うわー、嬉しい。はい、ということで今回は優勝、スカウトでこちら当たりました。あ、もう緩やかに滅びゆ、もうない、画面がない。1回限定か。そうだよね、あんなすげえの出るから1回限定よな。やった、嬉しい。あ、ちょうどここのページ、そう、祝福の新年を見てたっすよ、ちょうど。はい、ということで、こちらのリムル様当たりました。はい、あ、なんか上半身しか見てなかったけど下半身まで見るとちょっと可愛いっていうかセクシー感もありつつ、この太ももに、下半身まで見たことなかったんでなんかドキッとしました。はい、という感じで今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。